わらわらは、アメリカ合衆国ワシントン州、わらわら軍の都市である。わらわら軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査推計による人口統計データによると、人口は、推定3万1731人である。わらわらは、ワシントン州の南西部に位置し、シアトルから車で約4時間、オレゴン州の宗教から13マイルである。ワシントン州立刑務所がある。 なお、わらわら大学は近くのカレッジプレイスにある。スイートオニオンの産地として有名である。多くのワイナリーがあり、ワインは愛好家に親しまれている。わらわらは、北緯46度3分54秒、整形118度19分49秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると、総面積28.0平方キロメートルである。 このうち28.0平方キロメートルが陸地であり、0.1平方キロメートルが水地である。2010年の国勢調査推計による人口統計データ1836年9月1日、マーカス・ホイットマンと妻・ナーシサは、わらわら渓谷に到着した。彼らは、原住民族であるわらわら族を、キリスト教徒への改修を進めることを使命としていた。しかし、 白人開拓者の移住とともに伝染病が蔓延し、免疫を持たないインディアンたちに伝染病が流行したため、ホイットマンがインディアンを死なせているのではないかと詐欺を招いた。1847年11月29日、ホイットマン夫妻と白人開拓者12人が海遊種族により殺害された。1859年から1860年に、 かけて、米国陸軍大ジョン・ムーランにより、ワラーラからフォート・ベントンまで続く、ムーランロードが作られた。1862年1月11日、ワラワラが正式に設立された。1869年、ワシントン州最古の銀行である、ベーカー・ボヤー銀行が設立された。1887年、ワシントン州立刑務所が設立された。ゴールドラッシュ時には、 ワシントン州最大のコミュニティへと成長した。その後、農業が主要産業となった。主要産業は農業であり、スイートオニオンが特産品である。5月から10月にかけて、中心街にある市場で販売されている。2000年以降は、ブドウ園やワイナリーが成長し、2006年夏には100を超えるワイナリーが作られた。いくつかのワイナリーは、ワインスペクテーター。 ザインアドボケート、ワインスピリッツなどの出版物で最高評価を受け、世界中からわらわらさんのワインへの注目が集まった。ワインブームに乗って、市街地には高級なレストランやホテルが建造された。1900年代初頭からの歴史ある建物の一つで、あるマーカスホイットマンホテルは、市街地で最も高い13階建てに改装された。ワインによる経済効果は、 年に100万 US ドル以上と言われている。ワシントン州立刑務所は2000人以上を収容するワシントン州最大の刑務所である。約1000人のスタッフが従事し、2005年には約5500万 US ドルの給与が支払われている。なお、ワシントン州は死刑を適用する州であり、薬物注射と講衆を選択することができる。また、凶悪犯罪者を2500人。 スタッフをその2倍にする拡張計画が進められている。ワシントン州運輸局は、わらわらとパスコをつなぐ高速道路を4車線に拡張する工事をしている。ありがとうございます。